アリゴマイのダーツの旅 in the S スタイル。ダーツです。そうです。何そうです。そうです。もう蚊が虫がね、蚊が多いんですよ。もう蚊にすごい食われやすい体質なんで、ね、ちょっと勘弁してください、はいね、はい、さあダーツです。ダーツなんですけども、前回たくさん負けたんで、はい、今回は勝ちたいぞと。そうですね、回でございますよ。リベンジですよ今回は。前回いっぱいありがとうを振りまきましたからね。あ、そうね、ありがとう、ありがとう。あれだね、あのネズミ小僧とかそういう感じだ。そう、違うでしょ。ネズミ小僧ってそんなに幸せを与えてくれるキャラでしたっけ。どっかから取ってきてさ、お大臣の家から取ってきて投げるんだよ。取ってきて、違う、うちらは取ってきたんです。あ、そっか、自分の財布から。自分のめっちゃそれ、そうだ、ね、そんなネズミ男、ね、いい位置にいませんからね。そうだそうだ、勝手に勝手にぶんまいてんだ。そう、勝手にぶんまいてんだ。そんなのを取り返さなきゃいけないわけですけど、はい、今回ももう抽選と、はい、大取りが終わっております。ダーツ差しも終わってます。そうですね、今日は何番で入場しましたか。はい、一般で入場しました。一般人で入場しました。一般人で入場しました。前もあったよね。慣れたもんでね、もう。慣れたもんでじゃないよ。僕 G と H 狙います。G はね、簡単よ。いきます。お、あれ今 G 狙ったんですよね。今 G 狙った。もうちょい強く投げなきゃダメだと思う。壊した壊した壊れた解体。あら、壊れました。じゃあとりあえず1本で圧で直します。はい、H と今 H 刺さったんで G いきます。よし。A と B。上手くなったね、これが第一希望。上手くなった、ね、A なんですけど、多分もう一回 A 刺さると思うんですね。何狙いなの？あと B です。 B は厳しいね。あ、刺さった。お、上手くなってる。さあ70番です。トータルイクリプス狙いですけど、あれめっちゃ面白いんで取られてるかもしんない。おはようございます。開いてる。全然開いてる。はい、狙い台でございます。取れました。BGM が変わり次第の、あ、先に。おはようございます。ボキトロ、あ、やばい、やっぱ転生取られてんじゃん。南国とかガラ空きだし。あ、愛が歌えてて埋まってる埋まってる埋まってる。あー、これとかさ、据え置きだったらめっちゃいいんじゃない。ちょっと打ってみるかな。じゃあ南国にします。転生空いてないのがちょっと意外だった。新台として入ったの。6月6日に入った台ですね。うん、ここ入りたてほやほや。本当はもっと前に入ってんだけど。増台。なんだろうね。でも 2台あってそのうち1台です、はい、取りました。さあ、そして相方は。私はなんだっけ、南国です。大丈夫ですか。違う違う、なんかやばくないですか今日。時間に来ねえし、取ったら忘れるし。違う違う、何ですか。入る前までは転生落ちたいなと思って入ったんですけど、待ってた、待ってたんですよ。転生が、転生が待ってて、友は空いてたんですけど、なので、あれ南国かみたいな。南国今まで勝ったことないんですけど、天井まで行っても、この間天井まで行かれたじゃないですか。なんか外線じゃなくて歯ですね。歯ですね。天井行った時のことも考えつつ、こうリハビリも兼ねて、ね、あんまり投資行かないにね。投資が大事だよね、この番組。そうですよ、そうそう、投資が大事な番組になってきたよね。もう70本も入れたら
本当にそうですよ。だって入れた分もうまたそうそうそうまたネズミ小僧ですからね。そうですよ、ネズミ小僧ですよ、ネズミ小僧。皆さんこんにちは、ラッツの旅応援団長のノアです。なんと前回2人合わせて6000枚マイナス、まあ、でもクオカードはたくさんプレゼントしていただきありがとうございました。なんでお目に言われるの。あなたにじゃないよ。次にマリモさんとネネが実践するときにはコードギアスが導入されていると思うので、ぜひお二人揃ってコードギアス実践してください。特にマリモさん、そろそろノノの言うことを聞いて動いてください。それでは本日も生意気な応援団長ノノでした。グッバイ。バイ。はい。おお、不可能ですね。2人揃ってギアスを、そうですね、まずでしたが、ギアスを打つにはですよ、まずは抽選を受けなきゃいけない。5台しかないからね。5台しかないんですよ。で今日ほら人が多かった。今日ね、あの 土曜日なんで普段より多いにもかかわらず、抽選でダメな番号引いたり、そう、抽選受けて5番以内っていう2つの5番、いや、そこまで過酷。多分もうちょっと余裕あるでしょ。いや、みんな行きますよ。15番ぐらいでいいじゃん。さすがにみんな行きますよ。あ、そう、信頼ですもん。さあ、でもまあちょっと今回は、あの、従おうと思ったけどダメでしたって。しょうがない。第一条件にも満たないんでね。またあの南国と、トータルエクリプスで出してやります。でも時々見に行きましょうよ、コードギアスの様子を。あ、であいつらどっか、ね、おすすめしてくれた。そうだね、あいつらと。そんな感じで開くかな。結構頻繁に見に行かないと。マリコさんが一番近い位置にいらっしゃるので、まあ、頻繁にあの私の代わりに見に行ってもらっていいですか。そうですか、わかりました。頻繁に行きます。でも気づきました、気づきました。どっかじゃなくて私ギアス立ってないで。違う、俺もだ。ダメだ、打てねえや。何勝手に打てることにしてんの。無理、刺してなかったの。もう第三条件。今日はそうそうだ、それ忘れた。刺さってない。この番組で一番大事なところだった。趣旨忘れちゃった。じゃあまあコードギアスなしということで。そうですね、申し訳ございません。行ってみたいと思います。じゃあ最後まで、お付き合いください。はい、行ってきます。収録店舗銀座 S スタイルさんは向こうが丘遊園北口から徒歩90秒と駅の超近くにあります。240台設置のスロット専門店さんです。車、バイクでお越しの方のために無料駐車場もあります。遊戯中席を離れる際は貴重品を必ず持って離れてね。さあ始めましょう、トータルエクリプス。俺動画で打つの初めてだな。ジャンバリさん以外の動画も含めてね。さあ、どっから言った方がいいのかな。基本仕様か、基本仕様が ART、 ボーナスと ART の台です。ボーナスが3種類あって、スーパービッグ、普通のビッグ、レギュラーっぽいボーナスで、 ART が 1.4 倍だか5倍だか増えるぐらいの、ね、ART です。で ART が、パチンコの ST みたいな感じの仕様なので、まあ、パチンコメーカーの三強ですからね、作ってるのは。まあ、その ST っていうパチンコでね、もう土定番の仕様を持ってきたかなっていう感じですね。結構面白くて、何度か打ったんですけども、まあ、そもそも設置が少ないんでね、目にしたことがない人も多いんじゃないでしょうか。まあ、とりあえずあのボーナス引くか、チェリースイカ、あたり、あとはチャンス目か、あたりを引いて、まあ、チャンスゾーン入れるなりボーナス引くなりしないと、始まらないですね。お、
さあチャンス目でございます。チャンス目が3種類あって、左下段バーからのチャンス目と枠、上段スイカからのチャンス目と、あと中段スイカからのチャンス目があって、中段スイカからのチャンス目以外はボーナスにほとんど期待できないですね。ボーナスのメインはスイカかな。スイカ重複がメインですね。でチャンス役に引くと、スカーレットツインゾーンとか、なんかそんなような感じの名前のチャンスゾーンに行くんで、まあ、そこで、当てられれば、晴れて ART という感じです、まあ、それがボーナス中に、最終的に、ね、ボーナス中に敵を倒せば ART でございます。まあ、でも通常時はねちょっと演出の煽りが激しいので、あんまり気にしなくていいのかなっていう。ここは一応その前兆とか降格とかに期待できるステージなんですけど、まあ別に正直そんな気にしなくていいからっていう。まあもちろん打った方がいいんですけど、ここら辺だとね、あんまり期待しない方がいいって言ったらいいのか、気にしない方がいいっていうので。三強マシンってやっぱ結構ね煽りがすごいんで、通常時の煽って何もないですみたいなのがかなり多いから、いちいち心を動かしてると身が持たないです。全部結果論だと思った方がいいです。当たったからさっきのやつは熱かったのかみたいな。桜柄とか出ない限りはかなり、微妙ですね、期待度は。で通常時が、まあ、モードが状態がいくつかあるんですけど、チェリーとかスイカで動くタイプじゃないですね。中段リプレイリプレイベル、あるいはその後に揃う下段リプレイ揃い、この辺りで広角とか超広角に行ったりします。でもちろん上の状態で、チャンス役とかボーナス引くほど ART の期待度、チャンスゾーンの期待度が上がっていくんで、まあ、うまく引かなきゃダメですね、タイミングよくね。広角とかもすぐ落ちちゃうんで、長いこと広角にいるようなタイプでもないっぽいんですよ、解析を見ると。ただ頻繁に上がりますね。通常時リリーベっていうのが RT 状態変えるための、まあ、リプレイなんですけど、まあ、それで状態移行するとそのリリーベが結構出るので、まあ、上がるは上がります、広角には。ただそれがね長続きしないっていう話で、で子役確率とか、ボーナス確率に確か全く設定差がないんですよ、まあ、状況によっては多少あるのかもしれないけど、子役の方はねリプレイとかチャンス目とかの出現率、まあでも、まあ、ないです、ないと思っていいです。なので、まあ、ボーナスよく当たってるからとか、例えばチェリーとかスイカがよく出るからとかで設定の良し悪しが分かるわけじゃない、あくまでそのチャンス役引いた後ですね。これは多分スイカだと思うんですけど、例えばスイカからチャンスゾーンに行くかとか、お、今日カットインって言っていいのか。さあこれで、一応スイカ引いたらボーナスの可能性はそこそこあるんで、左にあのスイカ、赤スイカを狙います。止まったらスイカの可能性確かまだあるんですけど、こういう状況で止まったらもうほぼボーナスなんで狙うんですが、喋んなかったら化けですね。なんか喋ったらあの赤7揃いで、滑って外れてなんかね、滑って外れたら、スーパービッグの可能性があるのね。だからスーパービッグが日に3、4回ぐらいだと思うんで引けるのがという感じでございます。で76ゲームでございますね。
で今のこのアルゴボーナスだったかな、これが基本的にはまあこのキャラ紹介になるんですけど、たまに、バトルに発展することがあって、敵のベータっていう、まあ、そこに行くと ART の可能性があります。さあボーナス終了です。ボーナス後は、降格スタート確定だったか、可能性大なのか、まあ、どっちかです。だから内部状態が移行するのが、あ、これチャンスじゃない、あ、そうでもねえよ。内部状態移行するのが設定変更時と、ボーナス終了後と、あとはそのリリーベとか、下段リプレイ揃いの時ですね。ただ早いんで落ちるのが、降格には多分ほんと数ゲームしかいないんじゃないかな。あ、危ない。まあチャンスです、チャンスリップですね、まあ、チャンス目でもどっちでもいいですけど。でチャンスリプレイの場合は、チェリーの、確率でチャンスの抽選が行われる抽選と、追加の、確率で、チャンスゾーンの抽選が行われる抽選、ややこしいですね。やっぱダブル抽選になるとです。スイカだったらスイカの抽選、チェリーだったらチェリーの抽選しか受けられないけど、チャンスリップ行くと両方の確率で、チャンスの抽選が受けられると。で広角とか超広角で引くと、その各役のチャンスの抽選を2回ないし 3回受けられるという仕様みたいですね。広角でスイカ引いたら、スイカの確率でのチャンスの抽選が2回行われると。あ、なんかチャンスパターン出てる。あ、なるほど、こういうことか。あ、共通ベルだ。え、これ違うだろう多分。演出期待度に関わるパターンでしょう、あれ。入らない。チャンス目でございます。でチャンスゾーンの当選率に設定差があるから、まあ、チャンス役を引けども引けどもチャンスゾーンに入らないっていう台はですね、良くないですね。あとチャンスゾーン中の ART 抽選の、確率にも設定差があるんで、まあ、チャンスゾーン中に全然 ART 引けないっていう台もまあよろしくないと。チャンスゾーンにもバンバン入るし、チャンスゾーンをしっかり射止められるみたいな台はまあ期待持てるかなと、こう設定で。ただ正直ね、この機種がね本当に入ってないので、まとまって高設定がそもそも世の中にあるのかなっていう。お、今喋ったかな。さあ、87ゲームで赤ビッグでございます。ノーマルビッグ。さあ、でボーナス中がですね、まあ、いろんなものを獲得したり、部隊が集まったりしてきます、まあ、そういうので ART の期待度が、ね、示唆されますね。でこのバオフェン招待っていうのが今このね、左下にいるこれはもう必ず出てくるんで、これのもう一個上、さらにもう一個上、まあそのね、もう次ぐらいまでいかないと正直あのチャンスじゃないですね。でこれあの消化中に ART 抽選を行ってるんじゃなくて、もうボーナスが成立した段階で、ボーナス成立した状態を見て、やってるんで、
まあ、消化中に何か引いたら当たりとかそういうんじゃないです。であとはここのここのなんだろう、これでここは前寄ってたり寄ってなかったりとか、1ゲームごとにチャンスの、パターンがこう表示されたりします。それが上にこれ出るんですけど、10個ね、青いチャンスだったら赤いチャンスだったり、まあノーマークだったりとか、これダメですね、ほぼ赤いチャンスアップが1個も出てない。いやこれはダメだな。これはね、桜柄だったりでかいのだったりするんですよ。残念。ボーナス終了画面もなんか意味があるって確かあった気がするな、こんなような特徴が。さあ残念ながら今回は ART なしでございました。では早速実践の方始めたいと思います。南国物語です。もう夏も近いのでね、いっぱいちょっと南国気分を味わいたいと思います。今日はやっぱり土曜日ということもありまして、すごい人が多いです。私今日刺さったのが A と B なんですけど、やっぱり A と B って名機種が多いですよ。その中でもやっぱりかろうじて空いてるのが南国、もう南国ももう満杯ですね。あとオキドキトロピカルぐらいですかね。あと凱旋が 2,3 台空いてるぐらいなんで、コモも今ほぼ空き台がない状態ですね。ノノのね、今回のアドバイスはコードギアスということだったんですけれども、いつも思うんだけどダンスを投げた後に動画を見てるんで、そもそもその順序を変えない限り打てないですね多分。小野さんすいません、もう蝶々飛ばないからサプライズにする。なんだろう、自分が選んだのこの台一番ケツ。もうちょっとで333だよ。迎えましたけど、過ぎましたけど、お、行った。さあ、これがチャンスゾーンでございますよ。追加で行ったのかな。あ、でもその前にチャンス目引いた気がするな。でこれがあの消化中が、成立役に応じて抽選してて、外れとか、でも抽選してますね。お、追加。あ、チャンス目。スイカが設定差なくて、ART 当選率がその他の役が確か設定差があって高設定ほど良かったと思うんですよね。なのでスイカ以外でよく当たる台はいいですが、まあでも最終結果がね、あ、今白白なかったから熱いんじゃねえかな。これ引いたゲームで、頭皮が告知されるわけじゃないから、何で当たったかよく分かんないっちゃ分かんないです。ああ、下パネル消えてる。下パネルが消えております。やりました。あれ、ボーナス引いたんじゃない。あ、ボーナス引いてんじゃん。え、なんだ、リプレイかな。
赤7、チャンスゾーン中に引いたんで、ボーナスじゃないや ART 確定です。で ART が確定したボーナスでもさっき あのクライマックスバトルってのが起こるんですけど、そこで何が行われるかっていうと、まあ、勝った場合は AT ってあのレベルが3つあるんですけど、レベル1、レベル2、レベル3って、で上の数字がでかくなるほど ART の継続率に、が優遇されるんですよ。で ART 中に引いたボーナスではその格上げ抽選が行われますね。1だったら2、2だったら3、一気に1から3に行ったこともあったと思います、僕の見間違いじゃなければ。これはねかなり順調ですよ。あんな簡単にチャンスゾーン入って、かつチャンスゾーン中にボーナス引いて ART 当選なんて、ちょっとこれは近年まれに見る好展開です。この文字がさっきあれですね、赤でしたね、さっきのバトルは。今回は白。チャンスパターンの赤のチャンスアップが山ほど出て、最後デカプッシュ出て外れたりするから、まあ、本当にね、信じない方がいいです。当たったら熱かったって本当、もう本当それです。残念。さあ負けちゃいましたけども、一応 ART は確定しております。さあART 始まると、まあ、まずは準備状態を経由するんですけど、最初にねアタックオンベータっていうところから始まります。でそれは何を決めるかっていうと、各レベルには5つのランクがあるんですよ。でそのランクも、1から5まであるんですけど、数字が大きくなるほど、継続率 ART の、まあ、継続率ですね、大枠で大雑把に言うとそれが変わってくると優遇されるようになります。それを決めるのがアタックオンベータです。若干なんかグロいあの映像なんで、変な口だけのねお化けみたいなのが出ます、妖怪みたいに。でここで、どんどんこれがヤツに噛まれてって、ここは継続率なんですけど、これがね上がっていきます。噛まれれば噛まれるほど、ここでチャンス役いくと多分上のランクになりやすいんだと思うんだよね。さあ次でラストです。一番下のランクじゃねえかなこれ、ランク2だ、下から2番目で。 ART ってレッドシフトタイムって今これですね、このパートとレールガンチャンスっていう、2つのモードっていうか、まあ、パートで構成されてまして、このおおお、いったいったいった、いきなりいった。この、レッドシフトタイム中にチャンス役とか引くと、このレールガンチャンスに行くんですよね。可能性があるで、ここ行くと、レッドシフトタイムって30ゲームなんですけど、一回ここに行ってまた戻ってくると、その30ゲームだから、そのまあ本当に ST 機みたいな感じです。パチンコの ST 機が好きな人は結構これは、まあ、受け入れられるんじゃないかな、楽しく打てるんじゃないかなと思います。でレールガンチャンスで何をするかっていうと、リプレイ以外の子役でポイントをね、貯めていきます。リプレイでもたまにたまるんですけど、まあ、ほとんどないです。それはで20ゲーム継続なんで、その最中にポイントいっぱい貯めて、そのポイントをもとに、今度はねレールガンチャンスではランクの、
アップ抽選こっちをね、行います、行われます。ボーナスでは、レベルのアップ抽選が行われて、レールガンチャンスではランクのレベルアップ抽選が行われると、まあ、それぞれ役割が違うと思うんですね。で、帝都もゆっていう、まあ、プレミアム的なものがあるんですけど、そこに行くこともあります。ポイントをいっぱい貯められれば、まあ、めったにないし、僕も行ったことないですね、そこ射止めたことないです、帝都もゆは。でここでランクを上げられれば、次のセットから、またレッドシフトタイムからレールガンチャンスに行く可能性を高められるんで、まあ、大事ですね。なかなか黄色、ここはメーターになってるんですけど、ポイントのね黄色ぐらいだとなかなかレールが、そのランクアップには結びつかない。緑ぐらいまでいかないと。ああ結局南国か、それすらスルしちゃったりして。次当たんないよ、ここ締めまで。当たんないでしょ、さよならだよね、さよならだよね。長かったな、告知待機中だって。こんな初めて見たよ。ついにフリーマガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。